今回は内惑星である金星の見え方という話を簡単に見ていきますまず太陽系の惑星太陽の周りを回っている星水金地下木土天海といろいろありますがその中でこういう分け方があります我々のいる地球ここを中心として地球より太陽に近いところにある惑星 これのこのとを内側にある惑星で内惑星また地球より遠いところにある惑星のことをそのままですが地球より外側にある惑星ということで外惑星と呼んだりします今回はこの内惑星の一つである金星地球のちょうど1個内側にある星ですね。この金星を地球から見ると どのように見えるかという話をしていきますでは実際に金星の見え方についての話をしていきます金星の見え方一番のポイントは太陽があるそして地球がある地球もこれ太陽の周りをぐるーっと回っているのですが金星は内惑星なので地球よりも 太陽に近いところを回っているそうすると見え方がかなり特殊になります金星も月などと一緒で自分で光っているわけではなく太陽の光が当たっている場所しか見えないさらに金星は地球より内側にあるだからだいたい地球から見ると太陽と同じ方向に見えるということなんです例えば じゃあこれ金星に一番近いので地球の昼を考えようと思います昼から金星が見れるかというと実は見れませんでかというと昼ちょうど金星の方向にまあ伊丹君向いているんですが太陽が昼間は当たっているので金星そんなに明るくない太陽の光を跳ね返しているだけなのであまり明るくないので昼間は見えません。じゃあいつこのの金星が見えるのか と言いますと夜これはやっぱり見えないですねなんでかというと夜だと地球の裏側に金星いるからですじゃあいつ見えるかというとこの朝と夕方という限られた時間帯に見えます朝太陽が出てくるギリギリ前ぐらいで金星が見えるまた夕方 太陽が出てるうちはやっぱ太陽は明るいんですが太陽が沈んだぐらいのところにかろうじて見えるこんな見え方をしていきます実は金星は常に太陽と同じ側にある地球から見ると太陽と同じ方向にあるので見える時間が限られますでもこの朝に見える金星とか夕方に見える金星ちゃんと名前が付いてます朝に見える金星これのことを明けの明星 そして夕方に見えるこの日の入り頃に見える金星のことを宵の明星というふうふに言ったりします他の星は太陽が完全に沈みきってから見えるんですが金星場所によっては太陽が沈みきる前にちょっとずつ見え始めてくることがありますだからよくあの夕方に空を見ていて最初に見える星一番星と呼んだりしますが 実はその一番星として見ていたのが金星だって確率意外と高かったりしますまたこの金星太陽の周りをぐるっと回っているので太陽の周りのどこにいるかによって形とか大きさが変わって見えますこれ太陽とちょうど反対側にいるときこの時にもし金星を見ようとすると太陽の光当たっている方角地球と地球に向いている側と同じなので かなりおだ大きな部分が光って見えますでも太陽の裏側にいるってことはこれ大きさが小さいんですね遠いところにいるそうすると小さく見えるでも光っている部分が多くなる逆に地球と太陽の間ぐらい近いところにあるそうすると太陽の光が当たるのがこのいわゆる地球から見て裏側に当たるので地球から見ると細い部分しか見えない もうちょうどこれあのここに太陽と地球の間に来てしまうと新月と同じ状態で全く見えなくなりますこういうふうにして金星は近い時は大きくでも狭く遠い時は広くでも小さく見えたりしますこういうふうに太陽の周りを回っている星を見るとかなり奇妙に変化して見えるこの金星の満ち欠け見え方が今回のポイントです では今までの内容を踏まえて練習問題に入っていきます今回は金星を天体望遠鏡で観察しその形をスケッチしたこれ金星の見え方についての問題です1番この金星が見える時間帯はいつかという問題でした金星は内惑星つまり地球より内側を地球より太陽に近い側を回っています だから基本的に地球からは太陽と同じ方向に見えるそうすると太陽が出ている時間昼間に見やすいはずなんですが昼間は太陽が明るすぎて見えませんじゃあいつ見えるのかというと太陽と同じ向きを向いているでも太陽が出てくる前ぐらいでした正解は太陽が出てくる前の明け方そして今度は太陽が沈んだ直後ぐらいの夕方日の出と日の入り頃 この二つでしか金星は観察できませんでした。では続けて括弧二番です。この金星がこの限られた時間にしか見えない。この理由はなぜかというと、金星が地球の内側を回っているから。このような星を何というか。さらに地球の外側を回っている星のことを何というかです。先ほどの説明で言葉を言ってしまいましたが、金星のように。 地球から見て内側太陽に近い側を回っているこの星のことをこれを内側を回っている惑星内惑星対してそのままですが地球の外側太陽からより遠いところを回っている惑星のことをこれを外惑星というふうに言いました星の分け方いろいろありますが太陽系の惑星地球から内側の内惑星 地球から外側の外惑星に分けられますでは続けて三番に行きます三番金星がより大きく見えるのは金星が地球に近づいたときか遠ざかったときかという問題ですなんとなくこれ文章からも見当がつくんですが金星太陽の周りをぐるっと回っていますでそのときに太陽と地球の間に金星が入る そうすると当然これ近くなりますがそうすると大きく見えます今回はまず大きく見えるのはどんな時かってこれ近づいた時に決まっていますでも合わせてもう1個見ていきますこの3つの金星の図この中で一番近づいているのはどれかこれも分かります実はこの3つ全部同じ大きさに書かれているんですが しっかり大きさまで考えるとちょっと大きさ違っていたはずなんですさてこれ一番大きく見えるつまり一番近づいているのはどれか正解はこれなんですね地球に近づけば近づくほど太陽からの光が当たりにくくなるいわゆる金星の裏側に太陽の光が当たるようになるので見える部分が小さくなりました対して金星が太陽の裏側にあるとき その時はすごく綺麗に丸っぽく見えるんですが、でも遠いので大きさは小さくなりました。では今回のまとめに入っていきます。今回のテーマは内惑星、内側にある金星の見え方というお話でした。地球の内側にある金星、これを地球から見ると。 結構変わったた見え方をしましま何かと言いますと普通星というと夜に見えるものという印象があるんですが金星は地球の内側を回っているだから基本的には地球と太陽の間に入ってしまう地球から見て太陽側に見えてしまうということがほとんどですだから夜に見ることはできないじゃあいつ見えるのかというと地球から見てかろうじて太陽側に向く朝とか夕方でした 昼間だと太陽の光が強すぎて見えませんでしたこの朝に見える金星のことを明けの明星夕方に見える金星のことを宵の明星というふうに言いましたまたこの金星、太陽との位置関係によって大きさとか形が変わって見えます太陽からこの遠い裏側にあるときには地球から見ると太陽の光が当たっている側これ全部が見えることになるので きれいな丸っぽく見えるんですが太陽の裏側にあるそうすると地球からの距離が遠くなるので大きさとしては小さく見えますまた逆にぐるっと回ってきてこの地球に近い時そうすると太陽の光が当たるのがほとんど金星の裏側になるだから地球から見える部分はすごく細くなりますでもその分地球から近いので大きく見えるんですね こういうふうにしてまず金星は見える時間が限られているんだそして太陽の周りを回っているそれを見るので場所によって大きさとか形が違うんだこの金星の見え方これが今回のポイントでした